校内浮橋方面を撮影前道寺駅は福岡県久留米市前道寺町飯田にある九州旅客鉄道久台本線の駅である相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で久留米前道時間の折り返し列車が設定されている互いのホームは古線橋で連絡している2000年頃には一時的に時間を限って駅員を配置していたが 現在は再び無人駅となっている。開業以来からの古い木造駅舎が残るが、かつての事務室部分を解体し、待合所部分を残すのみとなっている。解体された部分の市には、木が2本植えられている。2012年12月1日より守護課が導入された。当駅からは原則として、久留米駅方面のみ利用可能だが、久し台本線、北彦山線、 ご当地線を経由して、向かいの春駅、白野駅、新飯塚駅園に行くことは可能である。また、当駅では改札のみの利用で、カードの購入やチャージはできない。これにより、久留米駅から当駅までは、車内生産は行われなくなった。自動券売機が設置されている。改札外に多目的トイレと、男女別の水洗トイレが設置されている。2019年に改築された。 2019年度の1日平均乗車人員は298人である。全道寺駅に通じる県道は南北に路線ある。ありがとうございます。